10月21日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオドッキリの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今朝の新聞を読んでおりましたら、はい、私は自分で体感をしたわけではないんですが、昨日東京暑かったらしいじゃないですか。昨日はね、真夏日に、最高気温が 30.1 度で真夏日。そうなんです、そうなんです。昨日って10月20日だよね。そうなんですよ、10月20日に真夏日って、うん、どうなってんだ。記録としてもね、一番遅い真夏日だそうです。だから明治何年かに気象観測が始まって以来、うんうん、最高気温を記録したということなんですが、はい、でもどうなのかしらと私は若干懐疑的なのはですね、明治の確かね8年とか9年とかなんかその辺で気象観測始まってるらしいんですよ、明治8年時代の気温の測量を測る技術と現代の気温を測る技術は全く違うだろうと。それはね、あるかもしれないです。明治の初めに日本にあった温度計っていうのはどのくらい信用できるものなんだっていうのは、うん、そもそもあるわけでありますが、うんうんうん、ま、昨日暑かったのは確かのようですね。そう、暑かった。いや、昨日暑かった、大阪も暑かったんですよ。昨日私久しぶりにね、オートバイのエンジン、オートバイあんまり乗らないとですね、最近ちょっとした事情でって、要するに目標の10万マイルが達成できたもんですから飛行機の、ね、新幹線に切り替えるケースが多くて、新幹線に切り替えると伊丹空港駐車場まで、うん、車やバイクで必要がなくなったわけですね、うんうん、新幹線に乗る、今日は、まあ、京都じゃなくて新大阪から乗りましたけど、まあ、いずれにせよ、はい、京都とか新大阪にうちから行くのにわざわざ車とかバイク乗っていかないんですよ、うん、でバイクや車に乗らなくなっちゃったもんですから、はい、バッテリーがですね上がる可能性がありますよっていろんなところで脅かされて、あまり使わないとね、これはやっぱりバッテリー上がらないようにするのには時々乗ってやらなきゃいけないのか、うん、もう本当にね、私の性格からするとですね、無駄だなこの行動はと。だってバッテリー上がりを防ぐためだけにバイクに乗らなきゃいけないって、ね、バイク買ってなきゃそんなことに時間を使わなくていいわけですよ、この貴重な私 の人生の残り時間はですね。そうだけど、バイクのバッテリー上がるのを防止するために自分でバイク乗ってその辺走り回らなきゃいけないって、こんな無駄な話はないじゃないですか。買ったのご自分ですから、バイクさえ買ってなきゃこんな目に遭わないわけで。いやでそれでもまあ無事帰ってきたからいいようなもの、はいはい、あ、バッテリー上がりを防ぐためにちょっとその辺走るかって言ってバイク乗って走って事故でも起こして死んだ日にはですね何やってるんだかって世の中の人に笑われるのは間違いないですからね。気をつけてくださいね、まあ、というので昨日ねふっと出かけたんですよ、うん、はい、でふっと出かけた時に暑いな日差しがきつかったんで、東京ほどではなかったのかもしれないけれども関西方面も昨日暑くてですね、はいはい、暑いなと思っていたら今日夜中にふっと目が覚めてトイレに立ったら、はい、うち一番トイレがですね多分いろんな事情で窓が常に開いてる状況、2階のトイレって、うん、2階のトイレって外から侵入できないぐらいの幅しか開かないんで、そっからまあ泥棒その他が入ってくるリスクがないんですね、うん、まあ、窓ごとぶっ壊しは別ですけども、うん、窓がちょっと開いてるその10センチや15センチの隙間から人間入れませんから、で、まあ、そこは、空気抜きのために全開してることが多いんですよ、はい、うん、昨日の夜中にトイレに入ったら寒っ風がもう冷たかったですよね。寒今年一番ですね、この秋一番、はいはい、強烈に気温の低下を感じたのでございます、うん、東京もそうですね、今日だいぶ一気に涼しくなりましたね、もうみんな言ってましたよ、今日は朝方すごい寒かったとかね、その影響もあろうかと思うんですが、はいはい、定点観測で、なんで定点観測につながっていくかというと、私今日まあ誰ともその話はしてないですけどね、はい、私3ヶ月に1回、血圧、これ太平洋横断中に薬がなくなって困った話を書きましたね、はいはいはい、悪玉コレステロールとそれから血圧を低めに誘導するための薬をですね、もう随分長いこと飲んでるんですよ、でこういう薬を飲み続けることに関して
ああたらこうたら結構週刊誌なんか書いてあるんですが、私の経験から言うと飲み続けておいてよかったと思います、というのが、私の家系はだいたい60過ぎぐらいでみんな心臓の血管が詰まってですね、生きるか死ぬかの大騒動をみんな見事に繰り広げるんですね。体質みんな同じなんですね。私も見事にその体質を受け継いでますから、何にもケアしてなきゃですね、そのタイミングで心臓止まっててもおかしくなかったよねと思うんですが、まあ、かなり早い段階で、でも人間皆さんなんかね、情けは人のためにならず、この情けは人にためならず、人のためならずも最近はちょっと、ひっくり返った、ね、ひっくり返った認識をお持ちの方がいらっしゃる、情けをかけると人のためにならないって、いやそういう意味じゃないでしょ、人に情けをかけるというのは自分に、ま、返ってきますよと、人のためじゃなくて、だから人に情けはかけましょうという趣旨じゃないですか、痛感したのがですね、ある時にふらっとこう街歩いてて無償にいいことがしたくなったんです。何ですかそれ。無償にいいことしたくなるときないですか、誰かのために。なんか誰か俺に頼み事してこないかなみたいな。無償にいいことしたい気持ちになったタイミングで、ふっと見たら目の前に献血カーが止まってたんです。で、今日は血液が足りませんから、献血してくださいねのキャンペーン、大キャンペーンがあって、まあ、ちょっとした喉も渇いてるし、これ献血するとタダでジュースとかもらえるよなとかいう思いもあったんですが、やっぱり血が足りないって言ってる時に、そうだ献血に行こう、そうだ献血に行こうとこう思ったわけですね。そうだ京都に行こうみたいな。そうですね、それは。それで行ったところが、献血前の検査、だから血の濃度が足りてるかとか、血圧が正常かとかっていろいろ測るじゃないですか。でシュポシュポシュポッと血圧を測ったら、係員のお姉さんがですね、ああ、だいぶ高いですね。いくつですか？上が190。ええー、嘘ぴょんみたいな。高いですよ、それは。全くそういう認識がなかったんです。はい、はい。ほいで慌てて、お医者さんに飛び込んだら、いや、これはちょっと、190を放置するのはまずいですよって言われて、それからまあ血圧を抑えて、それから原因になってる一つであるところの、いわゆる悪玉コレステロールというやつもやっぱ下げときましょうかということで、薬の服用を始めて、それからもう随分長いこと飲み続けてるんだけれども、幸いのことに60過ぎで我が一族の男性は全員同じ病気でひっくり返るということを私だけキワキワのところでかわした感じですね。あ、それはちゃんとお薬飲んでください。で、その薬を3ヶ月に1回取りに行かなきゃいけないんですが、今日その日だったんです。で、今朝私病院に行って処方箋をもらって薬屋さんで薬を受け取ってからここに来たんですね。で、その病院中のが、去年のもう1年半も前に、去年の5月以降、コロナは普通のインフルエンザ並みの病気になりますよっていうふうに、まあ、なってますね、まあ、私と増山さんの間にはおそらく増山さんがおそらく主張されてるんだろうと思いますが、アクリル板が依然としてこれは辛坊さんの意見で残してるんですからね。え、そうなの？そうじゃないですか。あ、まあいいです、どっちでも、でアクリル板がこうあるんで、まあ、そういう意味では正常化していないところは世の中にたくさんあるんだと思いますけど、その病院はですね、コロナの間中に、とにかく病院に、だからそういう目的のために私3ヶ月に1回必ずその病院に行ってるんですが、コロナの間、お客さんというところられちゃいますね。患者さん。全員、入り口入ったところからマスク着用なんです。はい、持っていなければ、マスク、お付けくださいって言って、向こうから持ってくるぐらいだから、それも毎回毎回向こうからマスクもらうのもなと思ったんで、私は昨日のうちからマスクを用意してですね、病院までたどり着いたら病院の前でマスクをして、これでいいだろうと思って入っていったら、まあ、見事に当然のことながら全員マスク着用が義務化されてますから、病院の中にいらっしゃる方は 100% マスクをしてらっしゃるわけですよ。これでまあ、処方箋もらうだけだから、一瞬で、終わったんですね。一瞬で終わって外へ出たんだけども、このマスクいかに使い捨てとは言いながら、こんな短時間だけ使って捨ててしまうのは忍びないと、ちょっともったいない感じしちゃいます ね、 それね。よし、今日1日ぐらいはマスクをつけておこうと、いいじゃないですか、秋花粉も飛んでるし、マスクを着用して、なんかマスク着用するのも、まあ、私は関東だとまずないから大丈夫なんですけど、いわゆるその、
芸能人の皆さんなんかは顔バレって言ってですね、はいはい、マスクとサングラスだけどマスクとサングラスっていかにも怪しいですけどね、余計目立つだろうって話もあるんだけども、うん、なんかマスクしてると仮面かぶってるような気分で比較的わかります、気持ちいいねマスクって、うん、と思いながら、うん、山手線で、はい、浜松町じゃない今今日は東京駅で乗り換えだな、東京駅から、まあ、一駅ですけれども有楽町までやってくるに際して、はい、東京山手線内マスク着用率というのを調べたのでございますよ、はい、私が調べた車両では5人に1人はマスクしてらっしゃいました、ね、マスク着用率 20% 相当高いですよ。ああ今このスタッフはゼロですね。私でもね久しぶりに今日やっぱりねマスクしてきたんですよね。もしかするとだから最初の話なんですけど、うん、もしかするとコロナというよりも昨日と今日の寒暖差でアレルギー出ちゃったりあるいは調子悪くなってズルズルしてる人が、うん、そうそうゲホゲホやっぱりゲホゲホ言うと、まあ、本人も嫌だし、はい、周りの人はもっと嫌ですから、うん、この野郎マスクしてないでゴホゴホしやがってっていう目線で必ず睨まれたりなんかしますから、うん、トラブル防止のためにもこういう時はマスクしといた方がいいのかなという、うん、そういう方もいらっしゃると思いますが、はいはい、本日東京山手線内のマスク着用率は 20%。 なるほど、かなり高いねえ、はい、関西よりだいぶ高いですね。やっぱりね、まあ、関西は昨日、おととい、先週の金曜日ぐらいですから、まあ、さっき申し上げた寒暖差という影響がないということと、うん、で、やっぱりね、東京よりも権力に遠いんですよ。やっぱ、もうこれはね、明らかでした。だから、全員にマスク着用が呼びかけられていたコロナ統制下、はい、あの時のマスク着用率は、最終的には関西でもほぼ 100% になりましたけど、うん、まあ、関西が 100% になっていくよりも関東が 100% になっていくスピードの方がはるかに速かったです。そんなに違いますか。関東と関西とこれだけ気風の違いがあるんだなというのをマスク一つで感じたのでございますが、はいはい、改めて本日の東京のマスク着用率の 20% というかなり高いな、これ、まあ、この気温がねやっぱ影響しているかもしれないですね、はい、まあ、そんなこんなでございます、まあ、皆さん、情けは人のためならず、ね、私無事に今のところ生き延びているのは、うん、あの時に世の中にいいことしたいと思って献血に飛び込んだから、ね、全く自覚症状なかったのに、はいはい、190だしって言われて、嘘だろうって言って、それはやっぱり早期に治療に入れたので、うん、生き延びているのかもしれないと、うんうん、まあ、分かんないですけどね、こればっかしは何とも言いようがないですけども、うん、そうなるとですね、うん、皆さんやっぱりね人にいいことしたいなって思うことはとても大切なことですから、積極的にね、はい、人にいいことしましょう、一日一善昔そういうテレビ CM あったな、ありましたね、ありましたね。でも、まあ、いい心がけなんじゃないですか、ちょっとね、はい、あのそういうことあんましてないなという方は、う、今日一つ探してみてください、ね、いいことすると気持ちいいですから、ま、そりゃそう、そうそうそう、はい、だからね、自分の気持ちが落ち込んでる時には、うん、誰かに親切にするとか、そうね、それでありがとうとか言われた、俺世の中で役に立ってるんだって、はいはい、だからね、あの、うん、一日中お家にこもってるよりもちょっと出て誰かのためになるという、うんうん、どうですかこういう心がけは。なんかすごいいいお話で今日オープニング始まっちゃってなんとなく、いやいやいや何ですか、じゃあ何ですか、いやいいんですよ、私が日頃ろくなことしか言わないと、そんなことないですよ、指摘されてるように感じるのは、いやいや、いや、あ、よかったなと思って、今日いい気分で延長なんでね、放送ね、6時までの生放送聞いてないっす、なんでいい気分のまま今日はね、あの、全うしてください、最後まで、あ、そうさあズームそこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。そしてお知らせを挟んでのズームフラッシュでは、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。今日の4時台は政治ジャーナリストの田崎史郎さんが登場です。いよいよ次の日曜日に投開票となります衆議院選挙の注目選挙区についてお話を伺います。5時台はロシア情勢に詳しい中村逸郎さんご登場です。ロシアのウクライナ侵攻を支援するため北朝鮮が兵士を派遣、その裏側にある両国の思惑にズームしていきます。
そして番組のエンディング、今日はですね6時までお送りするんで5時52分ぐらいになると思うんですけれども、ズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りしています。さあ辛坊さん、リクエストの今日のお題は、無償にいいことがしたくなった時に聞きたい曲。無償にいいことがしたくなった時に聞きたい曲、はい、なんか前向きな曲来そうでね、いいですね。選曲の理由も書いて送ってください。で、今週はですね、日頃から番組をお聞きいただいているあなたのためにプレゼントがございます。なんと辛坊さんの最新刊、この国は歪んだニュースにあふれている、33でいいんですよね。3でいいです。別にトロワでもいいです。トロワ、はい、政治と金の間に潜むもの、はい、こちら、ね、新刊を毎日5人の方にプレゼントいたします。ありがとうございます。もちろんね、辛坊さん の、 あの愛情こもったサインを入れてお送りいたしますから大丈夫です、ね、ああ大丈夫です、もちろん愛情も一緒にね、なら全ページにサイン、うん、あ、それはやめとこう、それは無理だ、それはあんまり読めなくなっちゃうし、言ってしまうとそうですよですので、はい、ご希望の方はお名前、住所、連絡先を書きになりまして、 zoom@1242.com zoom@1242.com まで送ってください。で、懸命に辛坊さんの本と書いていただけると助かります。締め切りは今日の夕方、この後5時までになります。当選者の発表は、オンエアの途中で締め切りが来るわけですね。そうで、エンディングで当選された方発表いたします。で、また明日も5人の方にという形で、ね、お送りしてきますよ。で、さらに今週はこの日本放送からもね、日頃の感謝を込めまして、千葉の新米ふさこがねのプレゼントもございます。これちょっと辛坊さんの本とはね、応募方法違いますので、後ほど応募方法お知らせの後にお伝えしていきます。さあ、では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の神田拓也さんに伝えてもらいます。神田さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメ .com 総研の神田です。東京株式市場日経平均株価は先週末金曜日と比べて27円15銭安い3万8954円60銭で取引を終えました。トピックスは 9.07 ポイント安い 2679.91 で取引を終えました。円相場は1ドル149円40銭付近で取引されています。日経平均株価は寄り付き後に200円余り下落しましたが、終わってみれば小幅安。円相場についても一時やや円高に触れる場面はありましたが、149円台を維持しており、いずれも持ち高調整が主体の動きだった模様です。新規の手がかり材料に乏しい中、市場では次の週末に行われる衆議院選挙を警戒する声も出始めています。仮に一部の報道のように自公が過半数割れとなれば、政局が不安定化して、政策、経済政策運営や日銀の金融政策にも影響が及ぶのではないかとの見方です。今週は、まあ、為替株ともに神経質なマーケットになりそうですね。そうですね。ちょっとね、どういう結果になるのか、あるいはその選挙後の、ね、政権の枠組みがどういうふうになっていくのか、このあたりも見極めなければならないので、ちょっとこう、ね、マーケットとしては神経質にならざるを得ないというタイミングだと思います。わかりました。はい、神田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。イスラエル首相府が19日、ネタニヤフ首相の週末用の自宅がドローン攻撃の標的になったと明らかにしました。ネタニヤフ首相はヒズボラによる暗殺未遂だったとし、重い代償を払うことになると報復を宣言しました。横浜市青葉区の住宅で後藤博晴さんが殺害され、現金が奪われた事件で、神奈川県警は昨日、強盗殺人容疑で逮捕した22歳の宝田真月容疑者を送検しました。途中で犯罪に加担することに気づいたが、個人情報を指示役に知られていたので断れなかったと話しているということです。自民党本部と総理大臣官邸が襲撃された事件で、
臼田敦信容疑者がガスマスクのようなものや防護服を着用していたことが昨日分かりました。車の中からはポリタンクおよそ20個が見つかっていて、中身の大半がガソリンでした。双子のタレントおすぎとピーコの兄でファッション評論家として活躍したピーコさんが先月3日に敗血症による多臓器不全で亡くなったことが昨日分かりました。79歳でした。石川県能登地方の豪雨災害から今日で1ヶ月となりました。こうした中、氾濫した28の河川のうち23の河川の流域で洪水ハザードマップが作成されていなかったことが新たに分かりました。石川県は去年マップの元となる洪水浸水想定区域図を公表し、市や町が作成に着手していましたが、能登半島地震が起きて作業が中断したということです。1966年の静岡県一家4人殺害事件をめぐり、袴田巌さんの無罪が確定したことを受け、静岡県警の津田隆義本部長は今日袴田さんの自宅を訪れ直接謝罪しました。そこまで言うか。イスラエルをめぐって、ガザ攻撃をめぐって、先週番組が終わった後に収録する、辛坊の旅の YouTube チャンネルでお届けしているニュースしゃべり残しのコーナーで、いや、このハマスとの戦い、イスラエルのガザ侵攻について非常に大きな点が一つありますと。先週木曜日だか水曜日だか、それは何かというと、去年の10月7日に起きた軍事侵攻っていうのか、まあテロっていうとパレスチナが寄りの人に怒られちゃいますけど、まあ要するにハマスの越境攻撃ですね。越境攻撃っていう言い方が今一般的ですかね。あの越境攻撃を指揮したシンワルという人物、この居所がとにかくこの1年間もう必死になってイスラエルはメインターゲットですよ。実はこのハマスっていうのは政治部門のトップっていうの、軍事部門の実トップっていうのと、こうまあ2人いてですね、政治部門のトップはあのイランの大統領の就任式の時に爆殺された人ですね。でもう一人その軍事部門を統括していて、去年の10月7日の侵攻を指揮したシンワルっていう人物を、もうイスラエルはこの1年間必死になって追っかけてて、この人物が少なくとも排除されるかなんかしない限り、イスラエルはもう手引きようがないっていう話を先週したんですが、その直後にこの当該シンワルという人物が、まあこれね、ターゲットに狙ったわけじゃなくて、亡くなった遺体を確認してみたらシンワルだったっていう話なんですが、なるほど。ただまあ今転換点を迎えてることは間違いないので、そのあたりちょっと今後注目です。ちょっと今日この後詳しくそれ解説する時間があるかもしれません。どこかで、はい。10月21日月曜日、時刻は午後4時ちょうど4分になったところです。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。メールいただきました。ありがとうございます。辛坊さんが1日1膳とおっしゃっていましたが、はい、1日1膳。ラジオネームシャペロンさんです。ほうほう。今日は良いことをしました。それはそれは、ね、選挙の期日前投票が始まっています。投票の場所が分からず違う方向に進もうとしていたご夫婦がいました。でここのエレベーターではなくて向こうのエレベーターに乗って最上階で降りると目の前に投票所がありますよと教えてあげました。ご夫婦は高齢の方でしたので、あっちこっちに行かずに済んだはずです。良いことをしたはずですと。素晴らしい素晴らしい、いいことありますよ、シャペロンさん。ねえ、はい、一日一膳。それからこちらの方、選挙に関して、新潟県新潟市の竹ゴンさん、67歳男性は、自治会長から頼まれて期日前投票の立ち会い人をやってきました。ご苦労様です、ぼやーっとしているだけでいいと思っていたけれど、そそっかしい人が少なからずいるので目を離せない感じです。想定以上に多くの方がいらっしゃいました。年配の方が多いけれど、おそらくはこれが初めての投票と思われる若者も悩みつつね、かっこそう見えましたと、投票していて心が洗われた気がします。本当にね、で貴重な体験ができました。
以前は義務だから仕方なく投票に行っていたけれど、今回は誰にどこの政党を選ぶのか、また名簿の裁判官がどんな判決を出していたのかも調べて、最高裁判官国民審査ですね、一緒に、ね、はい、ありますんでね、投票を真面目に考えてみたいと思っています。素晴らしい、という方、素晴らしいですね。選挙の立ち会いにね、いっぺんやってみたいですね。やってみたいですね。どうやったらいいのか、この方みたいに自治会長から頼まれ、あ、そういうものなんだ。そんな感じで選ばれるんですかね。自治会に参加して積極的に顔を打って自治会長に、はい、やりたいんですよって言っといたらいいってことですかね。うんうん、辛坊さんがなんか立ち会い人でいたらなんかちょっとなんかね、緊張感が、あ、辛坊さんだってなりますよね。あ、どうもとしか言いようがないですね、それね。うん、なので、ね、ありがとうございます。いいこと、お二方ともね、いいことしたと思いますが、はい、まだまだメールお待ちしております。zoom@1242.com。今週はですね、辛坊さんの最新刊、この国は歪んだニュースにあふれている3、政治と金の間に潜むもの、毎日5人の方にプレゼントいたします。ありがとうございます。いや、はい、これね、思わず、打ち合わせでそれを聞いて、ああ。相当出版社余って困ってるなって言ったらディレクターにもう結束会で怒られますですね。です何言ってんですか、番組屋さんで買ったんです。そうですよ、そうすか、ありがとうございます。購入してということは、私がお礼を申し上げるべきは、うん、応募してくださるリスナーさんじゃなくて番組担当者ってことになりますね。いやいや、それはまあ元気キャッシュなお話だとそうなりますけど、だってもうそれでさ売れたんだったらさ、あとはどうなろうと。辛坊さんの本を読みたいって思ってる純粋な辛坊さん好きの方がいらっしゃるんですよ。 ありがとうございます、はい、感謝の気持ちをね、はい、せっかく一日一善って言ってるんですから、はい、持ってください。そうですね、全くだね。本当ですよ。 X でもね、感想などお待ちしておりますので、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。あ、今日のズームをミュージックリクエストはですね、お題、無性にいいことがしたくなった時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。さあ、ではこの後は政治ジャーナリストの田崎史郎さんご登場です。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。衆議院選挙の投開票まで残り6日。政治と金や物価高対策などが争点に挙げられる注目の衆議院選挙が、いよいよ次の日曜日に投開票されます。お聞きの日本放送では、飯田浩司の OK 工事アップ総選挙開票スペシャルをお送りしますが、当日の開票特番をより興味深く見守るために、どんな選挙区に注目しておけばいいんでしょうか。この時間はおなじみ政治ジャーナリストの田崎史郎さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、微妙な時期のご出演で、こういう時ってあれですか、やっぱどこまで喋っていいのかなみたいなことはお考えになりますよね。特に思いますね。やっぱりね、ちょっと下手なこと言うと後で抗議されるんで。そうですね、はい、田崎さんの発言は大体結構な高確率でネットニュースになりますから、ね、あと残っちゃうんですよね。一過性のもので、いや、俺言ってないって言って、昔ならそれで通用したのは今言ってないは通用しないですからね。録音が当たり前という世界が、ね、録音当たり前どころか、はい、ラジコでいくらでも、そうですよ、公式に後で聞けますからね。はいはい、それで言うと、先週前半ぐらいの序盤情勢で、うん、自民は単独過半数割れるかもしれないけども、自公過半数割れはねえべっていうような世論調査がざっと続いていて、はいはいはい、今朝かな、昨日かな、今朝かな、朝日の世論調査で、自公過半数割れの可能性がそこそこあるっていう、あの報道は結構インパクト大きかったでしょ。そうですね、今日の朝日新聞の調査官で、あの自民公明党で、過半数微妙な情勢っていう一面トップの記事があったわけですね。はい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 、で、先週木曜日の朝刊で、あの読売新聞と毎日新聞は自民党、過半数維持の可能性という、維持するだろうという、自民党公明党でね、過半数維持の見通しっていう記事を出して、真逆の記事が出たわけですね。で、
前回3年前を見ますと、非常に正確に予測してたのは朝日新聞なんですよ。ほうほう。で、朝日がやっぱりあるレンジを出して上限下限を出してるんですけども、はい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 、ほとんどの政党がその間に収まっていて、3年前の時点で、読売などは、自民党は、単独過半数を確保するだろうという、はい、233ぐらいっていう見通しだったんですね。それを朝日はそれを上回って250以上いくだろうっていう見通しだったんですよ。あ、結果247ぐらいでしたっけ。261でした。261でしたか。で、今回朝日新聞が過半数維持微妙な情勢ってあれしたのは、はいはいはい、自民党にとって大きな大きな衝撃ですね。これって、はい、これで田崎さんにどうなりそうですかって聞いたら答えはあるもんですか。いや、僕は3年前以来朝日新聞の情勢調査の正確性にずっと注目していて、はいはいはい、見てるんですけれども、僕は今回も朝日の情勢調査を中心にね、ええ、その政局どうなるだろうかっていうのを考えています。これその後の政局中だってで、野党が結束して、はい、議会の過半数の、はい、まあ、要するに連合政権作れる可能性があるかというと、それもあんまり現実的ではないような気がするので、そうですね。どんなことになりますかね。うん、だから、朝日新聞は今回、中心地っていうのを出してるんですね、各党の。はいはいはい。で、自民党は200で、公明党は25で、225っていうことなんです。だって233が過半数ですから、過半数に。それだいぶ足りないですね。8つ足りないってことですね。はいはい。8足りない。はい、で、一方、野党の方は、立憲民主党と、維新と、国民民主、共産、令和足しても220くらいなんですよ。ああ、まあ、無所属の方もいらっしゃるし、そうですね。秘書官の方もいらっしゃるしってことですね。はい、でやっぱり比較第一党が自民党であることは、まあ、各党者とも共通してるんですね、その重みはあると思います。となると、政権維持しながらその足りない8議席を補う、はい、まあ、何議席は確実に保守系の方がいらっしゃいますから、はい、だから、まあ、8議席に足りるかどうかともかくとして、それでまあかなり肉薄できることは間違いないですね。そうですね。今回の非公認で戦って、もう何人かは当選されてくると考えられるんで、はいはい、その人たちを追加公認すれば、233に近づいていくだろうと思います。となると、まあ、連立の組み替えみたいなことは起きないと。いや、それは可能性は否定はできないですね、はい、森山幹事長はすでに連立の枠組み拡大する可能性があるということを言及し始められてるんで、で、まあ、225でとどまればいいですけど、もうちょっと下がる可能性もあると、はい、やっぱり他の党に連立に加わっていただく、連立加わるにのが難しいとすれば、主犯指名で協力してもらって、はい、閣外協力してもらうっていうパターンも考えられるんじゃないかと思います。まあ、主犯指名で協力してもらうということでいうと、石破政権がどうなるのかっていう問題は当然生まれますよね。そうです、そうです。石破政権の選挙公約は自公過半数という、まあ、勝敗ラインを、ね、として、はい、それ負けちゃうということになったら、はい、何が起きますか。そこはちょっとまだ予測できないですね。はい、あ。なんすかその微妙な笑い。いや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 。分かってるけど言わないですか。いやいや、それね。分からないけど。いや、今危うく引っかかりそうになったんですよ。なんか言わせ、ちょっと待って、危うく引っかかりそうになったっていう言い回しは、それちょっと、どうなんでしょうか。いや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 。人を詐欺師みたいに言われる。いやいやいや。
まだマシですよ。何がマシかというとですね、はい、私大阪で番組やってる時にですね、はい、出演者の方で同じような展開で、こうなんか喋ってたら、いきなりその人がこの悪魔っていう人を指さして悪魔はないだろ悪魔ねえ、ということがありましたから、はい、まあ、田崎さんの今 の, あの非常にこう資料に深い、コメントは、ありがとうございますとしか申し上げようがないんですけども、はい、今日事前にいくつかの選挙区をこう、はい、取り上げていただくことになってますが、はい、これは大丈夫ですね。そうですね、はい、わかりました、はい、でその選挙区を取り上げるにあたってはこれも最近のマナーとして全部の立候補者の方を紹介するということがありますの です、ね、まずは東京24区からいきますか。はい、東京24区八王子市の一部が対象となる東京24区には参政党の横倉さゆりさん、立憲民主党の有田芳生さん、無所属の旗尻彩夫さん、国民民主党の浦川雄介さん、日本維新の会の佐藤由美さん、無所属の萩生田光一さんの6人が立候補しています。ここはまあ当然、これをもう言っていいでしょうね。要するに無所属で立候補された萩生田さんが、自民党公認を得られなかったので、当然のことながら、比例の復活もなくなったということで、さあどうなるんだっていう注目選挙区ですよね。そうですね。前回の総選挙、2021年の10月の総選挙からこの3年間で起きた大きなことは旧統一教会問題と、はい、政治資金収支報告書の不記載問題なんですね。その2つともに、まあ、萩生田さんが絡んでいる、はい、ということで萩生田さんは今回自民党から非公認となって、ただやっぱり萩生田さんは非常に実力者ですから、はい、人望も非常に厚いんで、まずその高市早苗さん、安倍晋三夫人の昭恵さん、そして保守の論客である桜井よし子さん、さらに維新 の, 松井一郎さんまでね、維新元代表の松井さんまで応援に駆けつけている。一方立憲の方も野田代表が入っている。非常に注目になってます。で、そこから先どこまで言えるんですかね。ここはね、今日の朝日新聞でもはっきり書いてあったんですが、接戦であると、はい、いやそうなんですよ。これ、ね、先週の序盤情勢見たら、はい、ま、かなりいや当該人物が、当選するんじゃないのっていう新聞もあれば、いやちょっと難しいんじゃないのって新聞も両方あってですね、ありましたね。そうですね、はいはい、ありゃどっちなのよこれっていう、はい、これなんとも、だから一番正確な現時点ではやっぱりどちらが勝つかわからない、もう非常な接戦であるということは確かだろうと思いますよ、となるともう有権者の一票がものを言うわけですね。そうです、そうです、はい、ね、そうですよね、まあ、言っちゃなんだけどね、もう事前の情勢だの世論調査でどう考えても9対1でこの人勝つよみたいなところは、まあ、一票投じに行くのがすごい無力感を感じることあります。当該選挙区の有権者の皆さんは、ある意味全員がキャスティングボートを握っている形になりますから、そうです、そうです、これは投票しがいがありますね。そうですね、はい、これ以上は聞いても何も喋らないぞというなんかこう固い決意のようなものを感じたりするので、次の注目区の福井2区、はいはい、こちらは敦賀市ですとか小浜市などが対象となる福井2区ですが、共産党 の新幹線が延伸したところですね。そうですね、共産党の小柳重臣さん、無所属の山本拓さん、日本維新の会の斉木武さん、立憲民主党の辻秀幸さん、無所属の高木剛さん、5人が立候補している区ですね。ここもさっきの東京24区と同じで有力な自民党候補の方が、無所属で立候補を余儀なくされ、でもう一人、うもう一人、これは高橋さんの、これ現配偶者ですよね。現配偶者です。現配偶者ですね。はいはい、まあ、いや両方無所属なんだけれども自民対決みたいなことになってますか。そうですね、高木さんが、まあ強いかなと思われたんですね。それは
なぜかというと、あの野党が、まあ、立憲とあの維新が立って、でそれで、野党が票が割れてるんで、高木さんが行くのかなと思っていたら山本拓さんが立候補表明されて、はいはいはい、これ地域別に山本拓さんはあの鯖江っていうところなんですね。あ、メガネの産地で有名なところですね、で、高木さんはあの鶴野なんですよ。あの地域対抗みたいなところもあって、そこでまあ保守が分裂したんで、一方野党も有力な候補者が揃ってるんで、誰が行くかわからないという状況になってますね。ということです。ああうわ、自分で締めたぞ。これ以上何を言えっておっしゃるんですか。そうですね、はい、まあ、あの逆の立場なら分かるんですよ、でもねこれ以上こう突っ込むとですね、指さされて悪魔とか言われます、難しいですね。続いて東京15区行きましょう、はい、江東区が対象となる東京15区には共産党の小泉東さん、それから無所属の須藤元気さん、立憲民主党の酒井夏美さん、自民党の大空幸喜さん、無所属の金沢由衣さんの5人が立候補しています。ここはどういう点で注目ですか。ここはですね、あの4月下旬 の、 あの、衆参の補欠選挙の一つで、あの、はい、選挙したばっかりなんですね、あの4月二十何日に、だから現職は、がその酒井夏美さんが立民が当選されたんですけども、そこにあの自民党であの25歳の大空さんが立候補をされて、はいはい、まあ、自民党が非常に分裂するところだったんですけれども、曲がりなにもまあ一本化が行われていると、それとあの野党との戦い、なんですね。で、もう一人こう須藤さんは、まあ、ある意味有名人だったりなんかしますか。そうですね、あの前回の補欠選挙の時に終盤になってぐーっと伸びてきて、はい、非常に上位、あの当選はされませんでしたけど上位に食い込んだ候補者でしたよね、ここはそうか、あの自民の候補者がいわゆるその、裏金、いわゆる裏金の人とは違うので、重複立候補の当選か可能性もあるっていうところですね。そうですね、はいはい、だから大空さん25歳、あの衆議院の被選挙年齢が25歳なので、本当に成り立ての人があの、立候補したということですね、まあ、そこが注目であると、はい、いうことで、やっぱね今日の一番のテーマは今朝の朝日新聞の予想が仮に当たったとして自公233議席を割ってしまった時にどういう形の政権になるのかと、それから石破さんがの命運がどうなるのかというあたりなんだけれども、ラジオだから皆さん見えないので描写をいたしますけれども、今口をへの字に結んで眉毛に7本ほどシワを作って天井を睨んでらっしゃるというそういう状況ですよね。あの仮にね、あの過半数233取れなくても、あの非公認の人たちが当選してくると追加公認したりするわけですね、はいはいはい、そうすると233に限りなく近づく可能性があって、その時に、はい、その時にですよ、はい、まあ、今回の裏金騒動で重複立候補はさせなかったけども無所属で立候補しましたとか、はい、まあ、自民党と公認は得られた、まあまあ、そういう、その場合は自民党の議席ですけども、そうじゃなくて自民党の議席も得られなくて、はい、当然無所属だと重複立候補もできなかったんだけれども、はい、裏金はもらってましたので自民党公認にすらなれなかった人間を即自民党に復帰させるということに関して言うとかなりのハードルなくないですか。いや、それは、自民党は政権維持できるかどうかの瀬戸際ですから、はい、それは過去のいきさつは抜きにして、やっぱ過半数を獲得しようとするだろうと思いますよ。それで言うとね、なんかものすごい矛盾が起きるのは、はい、
自公で過半数を無所属なしで確保しましたということになると、はい、まあいや中にはいわゆる自民党の中でいうと反党行為と見られるような形で立候補された方もいないとは言えないじゃないですか、はい、だからそういう人も含めて、はいはい、いやあんなやつ絶対自民党になんか戻してやんねえって息巻いてる人も、まあ、いたような環境が、はい、政権の構図一つで、うん、今度の日米を挟んでガラッと変わる可能性があるってことですね。そうです。まあ、自民党を長く見ていて政権維持のためには何でもやる政党ですからそれはこだわっちゃいけません。まあ、与党はそうですね。与党は、まあはい、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。やっぱり政権を維持するということが最大の命題なわけで。そうです、はい、だから、まあ、一人復党さすとかさせないとかっていうよりは、うん、その人が復党することによって過半数が維持できるなら、当然そのことの方が大義があると、はい、いうことになりますね。そうです。うん、このくらいにしますなんかね、ちょっともやもやとした感じで喋ってる。いいんです。私は別にここで田崎さんが爆弾発言をされてネットで炎上してですね地上波の出演は今日をもってしばらく遠慮しますみたいなことになったら面白いなとは思ってるけど面白いってどういうことですか。面白いなじゃ済まないこともたくさんありますので、選挙後もねお忙しくなることと思いますんで、はい、この番組でそういう目に合わせることはちょっとできないんで、ね、大事にしてください。本当ですよ。もう大臣また来ていただくんですしそうですね、はい、いやお忙しい中ありがとうございました。政治ジャーナリストの田崎史郎さんでした。どうもすいません。10月21日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、今週は毎日5人の方に辛坊さんの最新刊、この国は歪んだニュースにあふれている、3政治と金の間に潜むものを、サイン入りでプレゼントしますが、よろしくです、ね、今日月曜日の分のご応募、この時間で締め切りとなります。たくさん、ね、ご応募いただきました。ありがとうございました。当選者の発表は番組のエンディングで行います。あ、そうか、うん、もう当選者の方がすぐ分かるわけですね。そうですよ、今日の分は今日で、また明日は改めて5人の方をね選ぶと。ありがとうございます、はい、では、いつものようにね5時過ぎましたので、ズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、無性にいいことがしたくなった時に聞きたい曲です。まず札幌市の平二号さん、良いことをした時は気持ちいいので快感と言いたくなります。といえばね、薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃快感、あ、ね、まあ、分かる人は分かると思います、うん、はい、だんだんね分かんなくなってきたんですかね。いやもうそれは分かんない人増えてると思いますよ。悲しいですね。しょうがないですね、それはしょうがない、はい。神奈川県横浜市の秀太郎さん、46歳男性は、辛坊さん献血に行かれたことがあるんですね。献血ではいい血くれないということで、はドラキュラかなんかですか瀬川栄子さんのいい血くれない、命くれない、あーそっちですかいきなりダジャレ入って、それは気がつかなかったな、なかなか高度な世田谷区のラジオネームみかん農園さん、ほいほい、いいことがしたくなると辛坊さんの言うように外へ出て爽やかな気持ちになりますね。なるなる、ね、日曜日ならなおのことです。でリクエストは田中誠二さんと、うん、田中誠二さんのビューティフルサンデーお願いします懐かしいな、それこれもそうですね、懐かしい、はい、それからラジオネーム白いもみあげさん、神奈川県川崎市、44歳のドライバーの方、山崎正義さんのセロリをお願いします。これは何でかっていうと、草なぎ剛さんが主演したドラマいい人の主題歌に起用されましたと。そうなんだ、セロリ、ね、スマップも歌ってたよな確か。あ、そうですそうです、ね、うん、はいはい、埼玉県飯能市エビーロボタンさんは、無性にいいことがしたくなるなんてなんと熱い心を持っていらっしゃるんでしょう。小林明さんの熱き心にをリクエストしますこれはだんだん夏メロになってきましたね。そうですね、基本夏メロですけどね、ここのコーナーは、はい、あ、この方は
はね、51歳女性の方、葛飾区の諏訪さくらさん。献血しようとした結果、自覚症状のなかった血圧の高さに気づくことができ、おかげで今こうして元気な辛坊さんのラジオを聞けているんですね。お天道様は見ていますね、ということで、私も辛坊さんのように優しくなりたいです。斉藤和義さんの優しくなりたいをリクエストします。確かこれあれですね、ドラマの、そうです、家政婦の三鷹なんかのエンドテーマかなんかじゃなかったかな。そうですね、確かに、はいはい、ありがとうございます、はい、皆さん本当に。それでは本日のズームオンミュージックリクエストは、うん、はい、薬師丸ひろ子セーラー服と機関銃、快感にしますか、はいはい、エンディングがねちょっといつもより遅いんで5時52分とかぐらいですかねにお送りしますんで、お待ちになってください。さあ、まだまだご意見、今日6時まで放送ありますんでお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 それから X でもお待ちしております。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。イーロン・マスク氏が大統領選挙の激戦州で毎日一人に100万ドルを配ると表明。イーロン・マスク氏が19日、アメリカ大統領選挙で最も激戦になっているペンシルベニア州で、言論の自由と銃所持の権利を支持する請願書に署名した有権者一人に毎日100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円を配ると発表しました。しかし、お金を餌に有権者を誘うような手法に対しては批判の声も出ています。いいな。いいなってちょっと思っちゃったりしますけど。いや、これね、解説がいるんですよ、このニュース。はいはい、アメリカでもですね、うん、日本でもそうですけども、選挙買収は違法なんです。よくないですね。だから誰々に投票してくれた人にいくらあげるとか、それからこれ、まあ、有権者登録、してくれたらいくらあげるとかっていうのは違法なんですけども、うん、今回ギリギリなのは、ギリギリなのはですね、そういう話じゃないんですよ、はい、有権者でもね、有権者登録した人が対象なんです。で、請願書、言論の自由と住所時の権利を支持する請願書って今原稿はそうなってましたけど、はい、これどういう意味かというとですね、これちょっとアメリカ憲法の基礎知識みたいなものが必要なんですが、アメリカ憲法ってのは世界で一番最初の成文憲法で、1787年に成立してるはずです。これ高校の世界史の時間に習いますので、大学入試を世界史で受ける人はそのぐらいは覚えておいた方がいいと思いますが、はい、1787年、そうですね、18世紀の終わり頃に初めてできた成文憲法というのがこのアメリカ合衆国憲法なんだけども、はい、この合衆国憲法自体は日本の憲法に書いてあるような権利がどうのこうのって書いてないんですよ。これ基本的に国家の仕組みみたいな、うん、日本の憲法って例えば天皇、第一条天皇から国会であるとか、うん、まあそういう国の仕組みを書いてあるとかありますね、はいはい、で1787年に成立したアメリカ合衆国憲法っていうのは基本的にアメリカ合衆国というのはこういう国だっていうのの骨格を定めたもので、権利を定めたものではなくて、うん、権利を定めたものはそこから数年後に権利の焦点っていう別のもので、これも世界史で習います、はい、でこの権利の焦点というので別立てで決まってるわけですね、うんうん、これ英語で言うとですね、修正憲法第1条から第10条までって言って、ファーストアメンドメントからね、セカンドアメンドメント、サードアメンドメントって言うんです、うん、アメンドメントってのは修正憲法って意味ですが、うん、でこの合衆国修正憲法第1条ファーストアメンドメントに言論の自由が書かれていて、はい、でファーストアメンドメントっていうと、もうとにかく全米、まあ、誰でも知ってると思います。これはもう別に高等教育なんか受けてなくても、うん、ファーストアメンドメントって言ったら 言論の自由、言論の自由で、セカンドアメンドメント、うん、修正憲法第2条は何かというと、銃を持つ権利を定めたものなんです。アメリカでなんで銃規制が進まないかっていうと、はい、いや人民の権利の中の一番トップが言論の自由で、うん、2番目が銃所持の武装の自由なんですよ、ええ、ほだもんで銃規制しようとすると、いや
権利の焦点の第2条に書いてあるのに違反するだろうって話に必ずなるんです、うんうん、はい、でその他にもいろんなことがこの権利の焦点では決まっていて、例えばね、最近あんまり見なくなったけど刑事ドラマなんかで逮捕された人間がいきなり片手を上げるんですね、うん、5本指を出すわけです。これ何かというと、はい、フィフスアメンドメント、修正憲法第5条の権利、これ何かというと黙秘の自由、あ、黙秘権、はい、だからもう片手上げるだけで俺は憲法に書いてある第5条の黙秘権を行使するっていう意味になるわけです、うんうん、でファーストが言論の自由、セカンドが武装の自由、はい、でトランプ大統領はこの言論の自由を守らなきゃいけない、で住所地の自由は守らなきゃいけない、これはもう共和党の主張ですね、はい、でこの請願書に署名をしてくれた人にあのから毎日抽選で、1億5000万あげるっていうんだけども、うん、前提があって有権者登録してくれた人っていう、で有権者登録に対価を与えると違法なんだけども、有権者登録をした上で請願書に署名をしてくれた人ってなると、まあかなり脱法行為っていうか違法じゃないけど合法じゃないだろうっていうような微妙な線なんです。でこれトランプ陣営にとってどんな意味があるかというと、あのトランプを支持するいわゆる仮想階級の人たち結構多いんですよ。ところがアメリカは選挙がややこしくてですね、日本って一定年齢18歳になると選挙人名簿に自動的に登録されますよね、はい、ところがアメリカは年齢が来ただけじゃダメなんですよ。自分で選挙人名簿に登録してくださいっていう登録に行かなきゃいけない。ところが貧しい人々はそんな余裕がないっていうかやらないんですよ。で登録しないんで、だからみんな投票してくれたらトランプ票を取れそうなのにミスミス票を失うので、まず登録してくれと、はい、登録した上で請願書に署名してくれた人にまずお金あげて、うんうん、で、一定確率で1億5000万円あげるぞって言われたら、その今まで登録めんどくさいし俺の一票なんかと思ってる、はい、トランプ支持の貧しい人たちの票を掘り起こすことができるという、はいはい、そういう背景があるんです。だからそこまでちょっと解説しないとこのニュースなかなか分かんない話で、うんうん、まあイーロン・マスクさんというのはあの大金持ちで、で今回の選挙においてはトランプ陣営を応援するというふうにもうあの1億2億ぐらいのお金を寄付して、でも宣言をして、イーロン・マスクというとトランプ応援で、そのイーロン・マスクがあの毎日1億5000万プレゼントすごいですね。前提として有権者登録してくれた人は、はい、だけど有権者登録するっていう今までもあの言っちゃなんだけど民主党のハリス支持の人たちって、うん、なんとなく意識高い系の人が多いわけです。学歴も大卒が多い。大卒の意識高い系の人たちは別に金なんかばらまかなくたって有権者登録は済んでるわけですよ。ところがトランプ支持の貧しい人で、これはもうあの日本でそんなこと言ったら絶対差別だって言われますけど、アメリカの統計なんかはもう当たり前のように大卒とか高卒とかっていう、うん、高卒の人たちの、あの投票動向はこうだとか大卒の人たちの投票動向はこうだとかっていう、うん、そういう世論調査が平気で出てくるんですが、うん、日本でこれをやったら差別って言われるだろうなと思うんですが、うん、で顕著なのは、トランプ陣営の支持者はいわゆるそのこれアメリカ風に言うと低学歴層が多いんです、うんうん、でハリス民主党陣営というのがいわゆる大卒以上の高学歴層が多いんです。そうすると、その低高学歴層っていうのは自分であの有権者登録というのにまず行く人たちが多いんですね、うんうん、でややこしいんです。アメリカっていうのは自分で登録に行かなきゃあの選挙人名簿に名前も載っけてくれないわけですよ、うんうん、だけどまあ所得の低い貧しい人たちの学歴の低い人たちはこれまあこれもアメリカ風の表現ですけれども、もうめんどくさがってもう登録有権者登録なんか行かないので名簿に名前が載ってないんです、うん、で名簿に名前が載ってないと投票権がないわけです。そもそもね、でね、その有権者名簿に名前載っけてもらうっていうのが、はい、今ここで簡単に一言で言ってますけども結構手続きが州によって違うんだけども、むっちゃめんどくさい州もあって、そうなんですか。でやっぱりその有権者名簿、そりゃそうですね、有権者名簿に名前載っけてもらうっていうのは、うん、あの国民でないとダメですから、うんうんうん、国民でないとダメですから、はい、で自分が間違いなく国民であるということをちゃんと証明する ID を持ってないとダメなんだけど、はいはい、その低所得層の中には、うん、まあ、アメリカ生まれでアメリカ国籍は持ってるんだけども、ID 持ってないっていう人がいるわけです。そうすると自分が自分であって、アメリカ国民であって、有権者名簿に登録される権利を持ってる人間なんだけども、はいはい、
行使できないと、で貧しい人たちでもいろいろやりゃできるんだけども、めんどくせえから別になんでいう投票行くためにそんなめんどくせえことしなきゃいけないんだよっていう人は、その、そもそも有権者名簿に登録しするモチベーションがなくな ないから当然投票してくれない、うん、でそういう人たちがトランプ陣営は非常に多いと、うんうんうん、で一気にその層を掘り起こして生み出すってことですもんね、新たにね、15000万円毎日、うん、これはモチベーションになるよないやなるでしょう、ちょっと言っちゃう、だから日本みたいに年齢が来れば18歳で、自動的に選挙人名簿に名前が登録されて、投票権を送られてきて、投票できますよと。それもまあ昔はもうその日しかダメだったやつは今もう期日前投票 で、ね、ずっといけるじゃないですか、はい、今、はい、こんなに至れり尽くせりなのに投票に行かないということがいかにもったいないことかと、まあ、確かにそう言いますね、はい、これを私は強く言いたいわけでございます、うんうん、結論としては、まあ、アメリカのニュースから出発した話なんだけれども、うんうんうん、日本でこの投票権を持っているというのは非常にまあ、民主主義社会だから当たり前っちゃ当たり前なんだけども、実はありがたい、はい、アメリカなんかに比べるとありがたい制度なんだということは、うん、知っておいてもいいかなと。確かに、はい、というニュースでございました。はい、日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアのウクライナ侵攻を支援するため北朝鮮が1万2000人の兵士を派遣か。韓国の情報機関国家情報院が18日、ロシアのウクライナ侵攻を支援するため北朝鮮がおよそ1万2000人規模となる異例の大規模派兵を決定したとの見方を明らかにしました。こうした中、ウクライナ当局は北朝鮮の兵士がロシアの訓練場で装備品を受け取っているとする動画を SNS で公開しましたが、一体今何が起きているんでしょうか。この時間はロシア情勢に詳しい筑波大学名誉教授の中村逸郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。辛坊さん、はテレビからこうラジオ局に来るとびっくりするのは、ラジオ局ってスタジオってネームプレートがないんですよ。まあまあ、確かにそうですね。それで私用意してきました。は自分のですか。うちはうちはまた高級そうなうちはですね、これね、京都の住池っていう400年前からこのうちわを作っているお店があって、京都のうちわの老舗が作ってる。そうなんですよ。京都をこう散策してるとですね、まれになんですがこのうちわの骨、これ竹をこうザーッと削ぐというかね、でだから紙貼る前のうちわを干してるところをずらーっと並べて干してるところを私見たことがありますけど、はい、いやこれ結構な高級なうちわで、片面にこれ三つどもえともう一つ門は何だろう、二つの門が入っていて裏ひっくり返すと中村逸郎なんすかこれ、これ何なんだろう。祇園の芸妓さんが帯に刺してそうないやだから今日これを持ってきて、それで今日のこのスタジオには中村先生、名前別に書いてなくても誰が見ても中村逸郎ですよ。大丈夫です。いやなんかね、どう見たって中村逸郎です。この番組来てるのは中村逸郎さん以外にいませんから大丈夫です。影武者じゃないかっていうことを言う人がそんなことない。ない今日はおらんちゅう本物の中村逸郎が来てますよっていうことで、うちわを持って、影武者は難しいと思いますね。むしろ影武者がこれを持ってきて俺を中村逸郎だと主張するなら分かりますけど、本物が持ってきて、本物持ってこなくても大丈夫です。それでね、とうとう、あ、そうだ、え、何ですか。日本放送開局20周年70周年ですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。で、何ですか、唐突ですね。それでね、10月7日、はい、あのプーチンが72歳の誕生日を、はあはあ、え、そうなんですか。10月7日って言って、はい、要するにあのガザがイスラエルに攻め込んだ日じゃないですか。そう1年前ちょうど、はいはい、それでね、突然ロシアの その保健
健康大臣が何て言ったかっていうと、人間ってね120歳まで生きることができるんですって。急に10月7日でいくつになったんですか。72歳。72か。それでまあ当分生きるな。で120歳まで人間は生きることが可能だって突然正式に表明したんですよ。ちょっと待ってください。あと28年もやるつもりです。あ、48年もやるつもりです。そうそう。どうも、ね、48年で。あと半世紀やる。まあ、それで、ロシアでは、今なんて言われてるか、プーチン、若いって言われて。ところが実際見ると、ロシアの男性の平均年齢は66歳なんですよ。そうなんですよ。だからね、私、中村先生はいくつですかって。僕、67。ああ。まあ私と似たような年齢なんですけども、ロシアなら平均寿命を超えちゃってるってことですよね。そうそうそう。ロシアでそこまで平均寿命が、短いというか低いのは理由がはっきりしてて、アル中が非常に多いからですよね。そうそう、ウォッカ飲みすぎ。特に男性のアル中比率ってすごいことになってますよね。あんね、どんなにひどいかって言うとね、はい、シベリアの私、そのタクシーの運転手と2時間平原の中バーッと走ったんですよ。そうしたら途中で止まって、俺眠くなったって言って、降りて、それでポケットからウォッカの瓶出してきて、これ飲もうって言って安全運転をするためにウォッカを飲むっていうね。そしたらそんなことしたら警察官に捕まってしまうよって言うと、シベリアでは警察官見たことがいない伝説上のおとぎ話だ。ウォッカって一番アルコール度数低いやつでも40度オーバーですからね。中にはもうとんでもない度数のウォッカもあります、ね、ポーランドで 90% ぐらい。あ、99のやつありますね。ありますよ、はいはいはい、1回飲んだことあるんですよ。あ、私ね、机の上に2本立ってます違うんですよ、これ水で埋めて消毒薬に使うんです。あ、 99% だとね、アルコール度数高くてダメな、高すぎてダメなんです。アルコール度数だいたいね、70% 前後まで落としてやらないと。あ、そうなんで、最悪の時にも飲めますしね。だからね、私消毒薬いつも持ち運んでる瓶の中にその、99% のウォッカ入ってます。すごい。それでね、プーチン120歳、まあ100、あとまだ50年近くやろうということだけれども、足元がどうも、このウクライナとの戦争で危うくなってきてる、なんといっても最新情報、これアメリカの情報局の情報によれば、戦争始まってもう2年半近く経ってるんですよ ね、はい、もう61万5千人の兵士たちが亡くなったり怪我をしたりしてるということで、さすがに60万人死傷者出すと、まあ、どこまでみんな声を上げるかはともかくとして、この野郎と思ってる人も増えてきますよね。そう。でね、プーチンはね、今のロシア人の平均月給は、月給ですよ。はい、日本円にして40万円だと言ってるけれども、実際10万円なんですよ。それで命かけるよって言われてもね。それでプーチンは、もうたくさんの死傷者が出てる。兵士、どんどん兵士を取らなくちゃいけない。それで、誰も応募してこないんですよ。志願してこないっていうんで、はい、一回志願したら、日本円にして地域によって違うんですけど、だいたい300万円から500万円のお金をあげますよと。その代わり、すぐその場で現金ではなくて、早くとも2ヶ月後になりますけども、銀行口座、郵便局の口座に振り込みますって言ってるけれども、もう、最前線に送ま、その間に死んじゃったら、死んだら、そうそう。なかったことになるわけですね。そうそうそう。ご破産です。っていうことになるんで、それで、これどうするのかって、プーチンとって、ではもう最後の手として、もうたくさんのロシア兵がもう亡くなっている、怪我をして、そうした中で北朝鮮に頼り出して、北朝鮮のから兵士たちをどんどん送ってもらってるという状況で、今ね、増山さんからご紹介ありましたように、1万2000人の、まあ、兵士を、北朝鮮の兵士がもうすでにロシア
の、まあ、軍事演習場に入ってきている様子がもう流れてますけども、これってウクライナの人は知らされてるんですかね。ウクライナではもうこの情報がいっぱい出てます。あ、そうですか。それで私ね、ちょうど本当タイミングが今回とちょうどあったのは先週の金曜日に、あのウクライナの首都に住んでいるアンナさんっていう、まあ、知人がいて、はい、私その人からいろんな情報がこれまでもらってきたんですけども、そのアンナさんがこの筑波に来てくれたんですよ。先生とどういうご関係でどういうプロフィールの方ですか。あ、なんだ微妙な笑い方をしたな。だって辛坊さんニヤ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 してるんだもん。疑った通りなんですけども、あ、そんなこと言って、まあ、それで来て、で、まあ、ご主人が実は結構有名な人、あの物理学者なんですよ、まあ、あと材料とか物質とかそういうのも含めた有名な研究者で、はい、まあ、ご主人は日本に、まあ、住んでて、それでアンナさんはご主人を頼って、まあ、まあ、筑波に来たわけですけど、なぜずっといなかったかっていうと、お父さんとお母さんがやっぱり首都キーウに住んでんですね。あ、はいはい、で特にお父さんは、あの2022年2月にロシア軍が攻めてきたっていうんで、はい、心臓心筋梗塞を起こして、あ、まあ、そういう人もいらっしゃるでしょうね。ショックを受けて寝込んでしまったということで、まあ、アンナさん1年半近く日本に来ていなかったんですね。それで、まあ、先週金曜日ご主人と一緒に、はい、じゃあ天ぷら食べに行こうって言って、はい、天ぷらをご馳走して、その時に北朝鮮の兵士がどうもロシア軍のと合流し始めてる、どう思うのって聞いたら、即興ですっパッと話をしてくれたんだ。私慌てて、その iPhone でこう録音したんですけども、はい、ちょっと岸田さん、その時の音を流していただけますか。音源があるんですね。はい。Союз России с Северной Кореей, скорее всего, принесет еще худшее положение на войне, потому что Северная Корея, они очень жестокие люди, и то, что сейчас происходит, еще будет ухудшаться, и они, скорее всего, сделают еще большую боль украинскому народу. なんか素敵な女性だということは分かりますが、中身は1ミリも分かんないんですよ。どうしたもんでしょうか。これね、アンナさんがね、なんて言って、これ何語ですか。これロシア語です。それでね、ロシアと北朝鮮今軍事同盟でね、どんどんどん強化してるんですけども、自分たちウクライナ人にとっては戦況がより危険で悲惨なものになってくるって。で、私がそのした中で印象的だったのは、北朝鮮の人たちのイメージっていうのは、ウクライナ人にとってイメージって非常に残酷な人たちのイメージが強いっていうんですね。で、こういう人たちが、まあ、戦闘に加わってくると本当にウクライナ、私たちにとっては非常に厳しい状況、苦しい状況になってくるっていうふうにアンナさんは言うんですね。北朝鮮の兵士が残忍かどうかは、まあ、政治体によって残忍でないと生きていけないっていうか、まあ、そういう状況の人たちかもしれないですけども、でも危機感強いですね、ウクライナの人たち。そう、それでね、私辛坊さんね、私北朝鮮の人に会ったことあるんですよ。はい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 、6年前に、あの新潟の日本海の向こうにウラジオストクという町がありますよね。 あそこに2018年に行った時に、まあ、極東中心に3万人の北朝鮮からの労働者がいるっていう、前は随分話題になりましたよね。なったなった。で、私は彼らがどんな生活してどこに住んでるんだろうってずっと山林の中をもう探し回って、で、本当に廃墟と化したようなこの建物の地下にいるのを見つけて、そして彼らに会いに行ったんですよ。そしたら6畳ぐらいの、まあ、部屋に3、4人が一緒に住んでて、で、私がノックすると出てきてくれて、そしたら、あの、本当に痩せこけた、元気のない男性が出てきて、そして、自分たちは何、ここでどんな仕事をしてるんですかって聞いたら、建設労働者をしてると。はい、で、1日いくらぐらい
ぐらいお金もらってんですかって言ったら、まあ、日本円にして300円とか400円程度なんですよ。公式的には、まあ、ロシア政府が発表しているのは1日1万円とか1万5000円できてるっていうんですけども、ピンハネされちゃうわけですね、そう、北朝鮮政府に。そう、それで私はなんか本当に見ててあまりにもかわいそうだったんで、とても残酷なんだって思えなくてかわいそうだったんで、ポケットからまあ日本円にしてまあ当時1800円ぐらいですけども、札をねちょっとね、はい、あまりにも気の毒んで渡したんですよ、はい、それ手握って渡した、その時の彼の手の柔らかさ、 あったかさ、はい、ふわーっとした、でまるでね、まるでその手を握った瞬間、その男性は日本に連れて帰ってくれないかというようなメッセージ、そのくらい本当に辛い生活をしてるんだな、だから、まあ、今回アンナさんは北朝鮮の人たちは本当に残忍で残酷な人たちがとイメージを持ってるって言った時に、正直言って私、まあ、そうかもしれないけども、私個人的には全く別のイメージを持ってたもんで、まあ、そうですね、それも個人の人格の問題とは違うファクターがありますからね、これは ね、で今の話で北朝鮮とロシアって軍事同盟結んでるんですか？あのね、6月に、プーチンと、今年6月に、その、プーチンが、あった、なんか、行きました、平壌に行きましたね。あの時に包括的な戦略パートナーを結びましょうっていう約束をして、今、ロシアの連邦議会の会員、日本でいうと衆議院で、はいはい、この条約、いわゆる一言で言えばロシアと北朝鮮の軍事同盟のについて議論をしている。あ、まだ締結されたわけではないということですか？はい、ただ内容がすでに見えてきてて、それは1961年から66年の間、はいはい、ソ連時代、はい、北朝鮮とソ連は軍事同盟を結んだんですけども、はい、その時一番大切な重要な点何だったかと言いますと、第三国から軍事、はい、侵攻を受けた、戦略さ、あの侵攻された時には一緒になって戦おうねと、まあまあ、通常の軍事同盟ってそういうもんですよね、安全保障条約っていうのは。だからそうなると、まあ、今回、まあ、条約がまだ結ばれてないとしても、要するにもう事実上結ばれた状況だとするならば、ウクライナとロシアが戦争を始めたら自動的に北朝鮮はあの反撃し、共に反撃しなきゃいけない立場になるっていうことですよね。そうです。そして今言ったようにロシア兵士たちがもうどん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 1日500人とか300人とかいろいろ数字出てくるんですけど、逃亡する兵士たちがいっぱいいるんですよ、最前線から。そしてそこに北朝鮮の兵士たちがどん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 送り込まれる。それで、あ、そうだ、私が得た情報によれば、はい、北朝鮮で正規軍とは別に予備役の人たちが140万人が今志願するために登録を始めていると。あ、まあ、あのたとえそこで殺されようと北朝鮮で餓死するのに比べればマシだっていう人たちもいるでしょうね。それはね、そうね、だから今後この戦争どういう姿に変わっていくかって、でもこれって結構恐ろしい話だなと思うのは、だってウクライナは当然そうなると北朝鮮に反撃する権利も手に入れるってことですよね、まあ、そう、ウクライナが北朝鮮までは攻めてこないでしょうけども、でもできないことはないわけで、で、将来的に軍事同盟ができちゃうと北朝鮮と、まあ、アメリカ韓国等がトラブルになるとロシアが参戦するって話ですから、なんかむっちゃ恐ろしいことになりますね、これ。それでしかもイランがあるわけでしょ、もう一つ、はいはい、だから私は今直近で思ってるのはロシア軍がどんどん崩壊していってる、そこに北朝鮮の兵士が入ってくる、だから主力部隊がロシアから北朝鮮に変わって、まあ、そういうこともありえますよね。ウクライナ軍が敵、相手とする敵ってっていうのは北朝鮮になってしまう、ウクライナ対北朝鮮の戦いみたいななってしまうんじゃないか。そして、はい、ウクライナの兵士たちも、まあ、ロシア兵ほどではないけど、だいたいロシア兵の半分近くのやっぱり死傷者を出してきてるという情報もあって、そしたら今度アメリカ大統領選挙の後どうなるか分かりませんけれども、ウクライナもだん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 兵が、兵力を力を落としてくると、今度は NATO が入らざるを得なくなって
なってくるんじゃないか、ね、そうすると北朝鮮と NATO 軍がウクライナを舞台にした戦いになっていく危険性もあるんじゃないかなという見立てです。むっちゃきな臭いことになってきましたね。恐ろしい状態になってしまいますよね、じゃあやっぱり定期的に中村先生には来ていただいて、それでね、はい、新保さんは今年中にもう一回ぜひこのスタジオに呼んでください。なんでですか。来年のプーチンカレンダーを手に入れました。ああ、わかりました入れました。キンキンまた来ていただくということにして、それを、ね、拝見するためにぜひどうも今日はありがとうございました。失礼いたします。今日は時間になってしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。残念です。ズモミュージックリクエスト、お送りしているのは札幌市平二号さんからのリクエストです。薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃。ありがとうございました。リクエストどうもありがとうございました。さあ今週の日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、毎日5人の方に辛坊さんの最新刊、この国は歪んだニュースにあふれている、3政治と金の間に潜むものをサイン入りでプレゼントいたしますが、本当にありがとうございます、たくさんいただきましたよ。外れた方はどうぞお買い求めを。明日も明後日もね、その次も、あ、そっちか、はい、そうそう、まあ、買っていただいてもいいですが、そうですね、最終日でもダメだった方はぜひお買い求めいただく。そうですね、今日月曜日分の当選者の方発表いたします。あ、辛坊さんからではお願いいたします、はい、江戸川区の万歳太郎さん、港区の幸子さん、千葉県八千代市の八千代のてっちゃんさん、神奈川県横浜市の順亭さん、埼玉県蕨市の天野寂さん、以上5名の方当選です。おめでとうございます。明日もねございますので、外れてしまった方はぜひ リベンジしてください。さあお聞きの日本放送、この後明日ですね、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、今週は激論どうなる日本総選挙スペシャルをお送りします。コメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんと、第二次安倍政権で6年半余り総理秘書官も務めた元防衛次官の島田和久さん、衆議院選挙の争点でもあります外交安全保障など日本の防衛政策について掘り下げます。で午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日のゲストは IT ジャーナリストの三上洋さんです。闇バイト強盗のアプリの利用、巧妙な手口の実態にズームしていきます。そしてこの後日本放送6時からはショーアップナイタースペシャル、クライマックスシリーズセリーグファイナルステージ第6戦、巨人対 DeNA をお送りいたします。東京ドームにいる実況担当大泉健人アナウンサーと解説の真中満さんです。呼んでください。大泉さん、真中さん、はい、辛坊さん、増山さん、東京ドームです。盛り上がってますね。お願いします、はい、今ちょうど場内が暗転しまして、ジャイアンツのチアリーダーが試合前のパフォーマンスを行っているところなんですけども、両チームともに今日勝てば日本シリーズ進出が決まる、そして負ければ今シーズンが終わりという、まさに天国か地獄かという一戦ですけれども、真中さん、そうですね、はい、第6戦まで来ましたね。そうですね、横浜が3連勝してね、一気にいくかと思ったんですけども、ジャイアンツがここで頑張っているところなの ですね、まあ本当にどっちが勝つか分からない、ね、展開ですよね、はい、まあ、先発も戸郷、それからケイというこの2人、そうね、両投手とも中4日でね、でもう菅野とかもね待機してるらしいですから、はい、もう本当に今日は総力戦でね、お互い戦うというのはね、そんな感じになってきますよね、はい、場内非常に今曲がかかりまして盛り上がってますけど、今日日本放送のクライマックスシリーズを中継を聞いていただくと、はい、現金最大5万円が当たる可能性がありますので、はい、ぜひ真中さんこれ聞いていただいて、辛坊さんには当たらないですよね。いや関係ないですよね、辛坊さんには当たらないかな、ですよね、当たらないですね、当たらないですかね、はい、ただもうリスナーの皆さんに当たりますの です、ね、はい、ということでこの後6時からお送りします。まもなくプレイボールの東京ドームです。はい、この後よろしくお願いいたします。もうファンの方もね、はい、泣いても笑っても今夜決まっちゃうことですからね。そうですね、日本放送ショーアップナイターで応援してください。いや、盛り上がってますね、はい、そうですか、うん、納得いかないな。何ですか。私が聞いてて応募して万一当たった時にはどうなるのかしら。それはやっぱり一日一善でいいことして、それで言ったら私明日このオンエアをしながらですね、自分の本が欲しいとね
応募して当たったらどうなるんだろう。私の自作に一冊、当てません。そういう恣意的な抽選は良くないと思いますね。いや公明正大公平に皆さんにはチャンスがございます。そうですよ、大丈夫ですよ、はい、じゃあ俺もあるかな。ここまでは辛抱と日本放送増山さやかでした。中でもまだあと10秒ほどありますね。今日はねちょっとね時間がねいつもとエンドの時間がこうきっちりでないって結構難しいですよね。また明日